はい、こんにちは、クラノです。はい、ところです。外です。はい。いい感じで。ちょっと、まあ、曇りですけど。そう、最近ね、ちょっとね、コンスタントに月金が更新できないんですよ。うん、そうですね。とにかく忙しい。まあ、はい、忙しい、今ね、ちょうど。新人さんが入ってきて、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、はい、なかなか時間がしっかり取れなくて、うん、まあ、でも、新人教育楽しんで、やらせていただいていて、はい、いい子がね、たくさん今年ね、うん、まあ、今年もって言った方が語弊がないんだけど、はい、うん、まあ本当にいい人たちがいつも集まってくれて、はい、まあいい感じになってます、はい、で、まあ、久しぶりですよね、まあ、久しぶりなんですよ。だからまあただコンスタントにはできないですけど、ちょっと休みにはなるけど、まあ必ず続けてはいきますんで、はい、まあ上がったらぜひチェックしていただければなと思うんですが、そう、テリアが、はい、だんだん仕上がってまいりました。見えるかな、ちょっと遠いかな。いろんな、これまだ仮のパンフレットの、はい、紙出力なんですけど、こういう、まあ、いろんな商材がね集まってきたんで、はい、これもそうですね、はい、いい感じのブランドになっていくんじゃないかなと思ってます、はい、でただただ、はい、ただ、入荷が遅れてる。そうなんですよ、本当はね、今もう全部揃ってるはずだったんですけど、うん、いろんなコロナやら、まあ、いろんな情勢やらで。コロナが大きいの？と、あとウクライナ問題です、ね、ウクライナ問題。そう、なるほど。まあ、だからちょっともともと4月っていうか、まあ、ゴールデンウィークには間に合わせたいって言ってて、はい、でちょっと雲行き怪しくなったってなって、で、まあ、だんだんこう、各ブランドさんが入荷が日本に入ってくるのが遅れてる状況で、多分8月とかもなっちゃうんでしょ。そうですね、もう夏、うん、ですね。でももうここはね、ちょっとあんまり急がず焦らず、はい、一つのブランドを作るっていうことですから、まあちょっと頑張っていきたいなと思いますんで、お待ちになってる方もいらっしゃると思いますが、ちょっとお時間的なそのご猶予をいただければと思います、はい、よろしくお願いします。で、まあ、今回はインテリアトークなんで、はい、ね、うん、久しぶりです。久しぶりだよね。ずっと野田今日も考える連チャンでやってたんで、はい、なんかじゃあお題を、はい、最近起こったこと。起こったこと、はい、何でしょうか。起こったことか、うん、まあ、まあ、最近よく起こるよね。起こるから聞いてみました。怒るよな。怒る、うん、なんか最近なんだろうこれ。厳しい、うん、更年期障害。いやだ、そんな、そうですか。いや、そのことはまあ分かんないんだけど、まあ、そうだったらそうなのかもしれないんだけど、怒ることか。ねこの前ちょっとアメリカ人とひょんなことで話をしていて、おう、はい、喧嘩した。嘘。そう、まあ、喧嘩っていうか、なんていうか、ちょっと険悪な感じになったって。誰？その人、はい、日本は文化はたくさんあるけど文明作れないって言った。ちょっとそういう話でいいですか？まあ、どうぞ、はい。文化と文明って、まあ、僕のそのチャンネルでも何回か話したこと多分あると思うんですけど、あって、で文化、まあ、簡単に言うと文化っていうのは、そこの地域地域で起こった独自な様式なんです、うん、その行動様式だったり物の様式だったり、はい、文化 ね、はい、文化で、文明っていうのはどっかでその端を発した文化が世界中に広まったことが文明、うん、なんですよ。だから文化と文明ってそういう違いがあるんですけど、でそのアメリカ人は例えば、ジーンズ、うん、確かにアメリカの、はい、一工場で流行っていた、デニム素材に、まあ、こういうリベットを打ち込んで頑丈にして、うん、なかなかもう壊れない、ブルーワーカーっていうか、確かなんか掘ってる人たちだっけ、うん、か、まあ、西部開拓の時代にそういうのを作ってて、リーバイス、はい、リーバイストラウス、それが、
そこの文化だけに終わらずに、世界中に広まって文明化したと、うん、なるほど、まあ、車もそうだった、飛行機もそうだった、うん、でまあアメリカ人とか欧米人はそういうことできるけど日本人はあの文明ないよねみたいな、そんなことを言ったんですか嫌じゃないそんなこと言われたらちょっと険悪にはなる、なんか言ったんじゃないですか先に、言ってないと思う、言ってない言ってない、であの文化って例えばお寿司とか文化なんですよ、うん、まあでも世界中に広がってるかな、まあ広がってますよね、まあ、そうだね、だから文明化しつつあるんだけど、うん、でもまだまだ文化の域なのかな、まあそうですね、ジーンズはアメリカのものっていうイメージはないですもんね、そうだよ ね、だからやっぱりそうだね、うん、あのお寿司は日本のものってやっぱりイメージやっぱあるから、うん、まだ文化の域を出してないと、はい、で日本人ってその着物だったり、うん、着物とか世界中で着てないじゃないですか、そうですね、なんか、うん、着物をなんか、綺麗すぎて余った布切れで、シャツを作ったらそれがアロハの語源になりましたみたいな、そういうちょっと変換はあるんですけど、うん、そうなんだ、うん、そうなんだ、うん、あれ、日本の和服がもともとなの、あ、そうなんですね、アロハって、あ、そうなんだ、確かに、まあだから文化はたくさん日本って持ってるんですよ、はい、他の 国よりも、確かに、だけど文明化してないっていう、で、なんて言って言ったら険悪になったかって言ったら、他の国でやっぱりどこでもその真似できる平滑にできるそのレベルのものを日本人は作ってないからですよっていう話をした、なるほどなるほど、そしたらアメリカ人の人たちが僕らはじゃあ簡単なものしか作れないって言うんだなみたいな感じでちょっとプンプン、激横まで言ってないけどちょっとプンプンしてた、まあ、そんな話ですかな、まあ、ちょっとでも単純な反応、こんな話面白くない、面白くないよ、ね、まあでもそんな話があった、はい、それどこでですか、ん、鎌倉、おもつさんと、おもつさんと、おもつさんとで、あらら、まあね、そんなことがありましたっていう話、はい、でもまあ文化はたくさんありますからね、そう、文化ってね、本当言った通りなんていうかあれなんだよね、例えば寿司を真似できないじゃん、まあ、するけどなんか変なロールとかになって出てくるから、明らかに日本で食べる寿司が一番美味しいってみんな言うわけじゃん、世界中の人が食べたがりますよね、みんなね、でも文明作る技術もすごいなって思うし、うん、でも文化の精度を誇っていく日本っていうのもすごいなと思うし、まあその辺がうまく折り合いつけながら世界は便利になっていったり楽しくなっていったりするんじゃないかなって思うから、うん、まあ喧嘩はしないで、まあ喧嘩はしない方がいい